これは6世紀ね、6世紀でどうやら円墳やね。ちょっと眺めてみようか、円墳かどうか。円墳ですけどね、おお、ここにちょっと、ああこんな感じか。そんな大きく見えないんやけどね、25メートルもあんねやろか。石棺が南向いとんのかね、これ。はい、ちょっと見てみましょうか。あ、石棺入ってるぞ、これ。石棺入ってございました。まあ、高さ低いんやけどね。かなり精巧に作られてるね、ここね。反対側見てみようか。あのマウンドの高さとから見るともうちょっとね、石室が低いんだけどね。ここまでしか行かないかね。はい、円墳、古墳の上に円墳か。ちょっとわからんな。下に100メートル。どちら来たわ。下に100メートルね。来た。来た古墳。来た古墳は見せてもらえんの。これ2つあるでしょ。はい。こっち2つ。はあ。見せてもらおうか。ありがとうございます。ちょっとこっちは全然低いですよ。はい、ありがとうございます。こっちの石棺出さないと。ああ、こんな見たことないぞ。石棺落とせない。いいね。先導部分に置いてますのでね。僕が子供の時は入れてんけど。なあ。土取る前まで道となったからありませんね。ほら、すごいね。巫女石棺入ってるんだよ。そうすると、ご自宅の方の、石室はすごいですよね、これで見るとね。高さからいいね。こっちは全体に小さいですけどね。ですね、あれはすごいわ。あれは北古墳の方が古いらしいですよ。大きい石使ってる古墳の方が古いです。すごいな。ずんずん楽しようぜ。あちらの方が古いんですか。はい、向こうの方が古いんですよ。こっちよりね。これは今偽装墓というのが、レンゲ門のこれの後ろ側があれ綺麗に。あれは綺麗なんですよね。まあまあ、この中洞窟されてましたけど、調べたら金に一つ取り出てきたんですか。これは穴掘った跡なんですか。洞窟なんですね。洞窟の。もうすごいのが入っていると思うやろな、洞窟する人は。これ見て。すごいのが入ってたと思います。すいません。ありがとうございます。助かりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもすいません。本当にね、申し訳ございません。ね、イメージ的にはこの大きさから言ったらね、2つの石棺が入った中に全員だけどな、これね、すごいわ。見せてもらったんだけどね、はい、ありがとうございます。